その意味で高村先生の話が出ましたけれども、資料をお手元にお配りしているので 1,2 をちょっとご覧いただきたいんですが、まず1、これ今から16年前です。当時外務大臣だった高村外務大臣はこのようにおっしゃっています。日本の平和主義の原則というのはきっちり守っていかなければならない。憲法9条からの制約で日本は集団的自衛権の行使になるようなことはできないという原則はきっちりあるわけであります。で、これは私が言うまでもなく歴代の自民党政権で長く受け継がれた考えでありました。しかしこれを昨年変えたということでありまして、限定的な審査要件を満たした場合においては従来の憲法の解釈の枠内はみ出ていないという説明なんですが、この2番の方を見てください。今から13年前の話であります。同じく高村副総裁でありますが、このようにおっしゃっています。今までずっとそういう、これは集団的自衛権のことですけれども、集団的自衛権を認めないという解釈を取ってきたのに、必要だからといってパッと変えてしまうというのはやはり問題があると言わざるを得ない。で、本筋から言えば憲法改正をしていく、集団的自衛権を認めるような形で、こういうふうにおっしゃってますが、小室さん最近は違うことをおっしゃっていると思うんですが、総理、このかつての高村副総裁の発言についてどう思われますか。安倍内閣総理大臣、今ここにおられない高村先生の発言をですね、一部を取り出してこれがどうだということを私に聞かれてもですね、不正確になる恐れもありますし、ある意味高村先生にも失礼なんだろうとこのように思います。高村先生もですね、ずっと外務大臣防衛大臣を務める中において真剣に国民の命、そして我が国の領土領海国益を守るために何をすべきか、その中で必要な自衛の措置とは何か、必要最小限度の中に何が収まるのか、その中でどうすべきかを真剣に考えてきているわけでございます。その中における時々のご発言でございますが、この全体の発言は私は、これだけではですね、判断をすることは難しいと思うわけでございます。この時に議論になっているのは、フルにですね、集団的自衛権の方を認めるということを議論しているかもしれない。それはなかなか難しいでしょうと、憲法9条との関係で難しいということだったのかもしれない。しかし、時代が変化する中で、先ほど小野寺元大臣が質問をいたしましたように、まさにミサイル防衛というものがあって、そして日本を、射程に入れているたくさんの弾道ミサイルを持った国があって、しかも大量破壊兵器をそれに乗せられる技術をありているという状況が今出てきていて、日米がしっかりと、強い協力絆のもとでそこから日本人を守らなければいけないという状況が今出てきている中において、しかも日本のですね、迎撃能力あるいはイージス艦の能力も高くなっている中において、何が可能か、あるいは攻撃された米国の艦船を守らなくてもいいのかどうかという、この問いかけに私たちは答えていく必要があるんです。そんなことは万一だから起こらなくていいということはあってはならないわけでありますから、これはそれをしなければいけないということではなくて、そういう時にはそれができるという、そういう、解釈であり、そういう法律を作っているわけで、ございます。そこでまさにそういう中から、小室さんが今回もですね、中心的に与党の協議を進めてこられたわけでございます。こういう高村先生のご発言については、まさにこれは高村先生とですね、ご議論していただかなければ、ここで私が推測で申し上げるのはですね、失礼ではないか、このように思うところでございます。